南海キャンディーズの山里亮太、45、が10日、MC を務める日本テレビ系の情報番組、デーデー、月曜から金曜前9、0、に出演。エンゼルス、大谷翔平投手、28、の本塁打後の、兜パフォーマンス、と、なおエ、大ネタに笑いを取った。番組では大谷がブルージェイズの菊池雄星投手、31、から本塁打を打ち、ベンチで兜を被せられている様子を紹介。続けて MC のフリーアナウンサー、武田真一、55、が、なお。エンゼルスは11対12で敗れてしまったんです、と伝えると、月曜日レギュラーのお笑いコンビ、シソンヌの長谷川忍、44、たちからは、なおえ、だ、の声が上がった。大谷が活躍しながらもエンゼルスが敗れる試合が多く、なおエ軍は敗れた、を縮めた、なおエが SNS では頻繁に使われている。長谷川が改めてそのことを説明をすると、山里は、兜だったからなおエ金継ぐになったのかと思った、と戦国武将の名前を出してボケてスタジオを笑わせていた。